そういうのいらんって話。大阪城での、ライブのエディで聴けるジョンのクリケット奏法なんですけど、自分のバイクフローティングが5ミリぐらいですかね。5ミリぐらい、わかりますかね、これ。5ミリぐらいで、スプリングは3本で、柔らかめのスプリングがいいと思います。で、3弦の17、14、これアップで弾くんですけど、3弦以外全部ミュート。これをアームを叩きながら、てな感じです。クリケット奏法にができるようにするセッティングなんですけど、ほんと簡単ですよ。なぜフローティングさせればいいわけですよ。フローティングしててバネが柔らかければ、そのもなんぼでも震えるわけですよ。でもなんか自分の狙った音の許容範囲でもっと多分揺らせることできるんですけど、まあね、それこのクリケット奏法がしたいがためにこう好きな音が鳴らなくなるのも、馬鹿げた話なんで、まあ、自分はこのくらいですね。